カジヤン藤子の麻雀トリビア皆さんこんばんは。カジヤン藤子の麻雀トリビアのお時間になりました、はい、メイン MC を務めます関西マグネットの、藤子です。よろしくお願いします、はい、そしてこの番組には必要不可欠歩く麻雀博物館こと元麻雀博物館館長梶本拓則さんです。はいどうも今日もよろしくお願いします。麻雀のちょっとした知識を勉強していきたいと思います。はい、はいこの番組は麻雀の素朴な疑問を梶本さんに解説していただく番組です。はい。では本日のお題はこちらです。じゃん。はい。日本は半チャンが主流ですが。いいチャンセン、いいチャンセンってあるの、はい、っていうことですね。まあ正確なところはねちょっと定かではないんですが、はいまあ、中国から、日本に麻雀が伝わった時点では中国ルール、はい、だったので、はいまあ、いいチャンセンっていうのは当然ありました、うん、はい、雀荘の料金表のところに、はい、いいチャンセン70銭70銭って1円のちょっとちっちゃいですね、うんうんはい、70銭、半チャン銭35銭という表記があるんでいいチャンでやってた、人たちも当然いたんですよね、はいうんうんうん、でもまあ昔から連チャンっていうのもありましたし、はい、連チャンがなくいいチャン戦だったら16曲なんですよ、まあ、トンバ4曲ナンバ4曲、はい、シャーバ4曲ペーバ4曲って、はいやっぱりトンからペーまであった方がいいでしょうみたいな風に思う人もいれば、うんうんはい、やっぱり時間かかると連チャンも入るとで、まあ、麻雀の勝負って例えば4人で打って、はい1回ずつトップを取れば、はい、まあまあなんとなく、うん、まあ楽しかったねで終わりますけどいいチャンス長いからじゃあ今日2回にしようとか言って、うん、1人が2回とも勝ったら、はい、やっぱり周り負け3人がつまんないわけですよ、はい、だから数はちょっと多く打ちたいっていうのがあるんで、はい、やっぱり時間をスピーディーにするために、うん、それでもねいいチャンで2時間ぐらいはやってたと思いますよ、うん、まあ昔はね手積みだったし、はいうん、のんびりやってたと思うんで、はい、でもさすがにそれではいいチャンは長いだろうということで、うんうんまあ、半チャンというのが主流になったんじゃないかなということになります、はいうん、でまあ日本に入ってきた時点からの歴史を考えてそこからまあ大体20年ぐらいの間にもう半チャンというのができていることになるので、はい、その20年ぐらいの間に半チャンというシステムができたんじゃないかなというふうに想像されますけどね、はい、もう今ではもうね半チャンどころかね本風戦とかも ねありますしね、うんうん、だんだんみんなたくさんいっぱい打ちたいんだなと、はい、やっぱり麻雀ってある程度回数を打たないと実力がよく分かんないっていうのは多分あると思うんでねやっぱ運の要素も強いし、まあ、そういうところもあって、はい、よりたくさんできるようにっていうことで半チャン戦が定着したんじゃないかなと思われます、はいはい本日のテーマの、日本は半チャンが主流ですが、うん、いいチャン戦ってあるのっていうことですがまあ、昔はあったかもあった、ねはい、っていうことですが、はい今は半チャンが主流になっているのはやっぱり、数を打って勝負しようぜということですね、要ははい、はい、ということでした。皆さんいかがでしたでしょうか。これでまた一つの麻雀雑学が増えましたね。次回もお楽しみに。またね。番組では麻雀の質問を募集しております。質問を動画コメント欄に書いてください。お願いします。